はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第249回でございます。今回のテーマが伊沢拓司の魅力ということで、先日ですね、伊沢さん、まあ、クイズノックさんとのね、コラボ第1弾の動画を投稿させていただきました。たくさんの方にね、見ていただき本当にありがとうございます。で、まあそのね、まあ第2弾も投稿する、先に言おう。一番下ですね、第2弾は8月2日って書いたんですけど、8月1日です。もうね、さっき一回撮ったんですよ、ダラダラジオ撮ってて、その分も喋った時に、あれ ?2 日になってると思って、今、ちょっと、ズルをして書き直したんですけど、1日でございます。申し訳ない。ではね、そう、8月1日に第2弾が投稿されるんですけど、まあ、今回ね、第1弾を投稿させていただいて、まあ、両方撮影済みなので、実際にこう、伊沢さんとお会いして、お話をさせていただいて、そこで感じた、その伊沢さんのね、魅力っていうのを、まあ、ちょっと裏話なんかも入れつつ、話していこうと思いますので、よかったら最後までお付き合いください。で、まあ、その話しながら自分がコラボ、今回のね、コラボ動画、特に勉強動画、今回16分っていう動画を作ったんですけど、まあ、それに込めた思いなんかも話せたらなと思っております。で、まずはですね、もう、ざっくり言うんだったら、本当にいい男です。伊沢拓司。伊沢さんね、いい男だよ。自分より何歳と下 ?10 ぐらい下なのかな、確か。だいぶ年の差があるんですけど、まあ、すごくしっかりされていて、で、今回ね、そのコラボ動画を作るにあたって、まあ、実際45分から50分ぐらい一緒に対談をさせてもらったものを3分の1ぐらいに削ったんですよ。実際本編のやつは。で、まあ、その他の、まあ、フルバージョンじゃないけど、ちょっと長めのやつはサブちゃんにはあげたんですけど、まあ、話させてもらって、実際自分が話してて一番意外だったのは、結構コメント欄とかにもね、書いてありましたけど、こう、伊沢さんがすごい、こう、なんだろう、勉強で苦労してるというか、もともと成績が良くない時期があったこと。それが本当に意外だったの。俺の中ではもう昔からもすごいともうなんか飛び抜けてて、もうクイズもね、すごいやってるのは知ってましたし、こう高校生クイズも見てたので、こう、すごい人ってのは分かってたんだけど、学校の成績も超優秀だし、もう何でもできるみたいな。勉強だったら。っていう人だと思ってたの。まあ、当然ね、改正の付属中に行ってるから、まあ、その部分はもちろん優秀は優秀なんだろうけど、でもね、学校の成績で言うと、その、話してましたけど、400人中396位を数学で取ってたりとか、東大、まあ、東大模試なんでね、難しいんだけど、それでも全部書いて0点を取ったとか、そういうエピソードを聞いてて、で、まあ、クイズにしても勉強にしても、こう、コツコツ自分でちゃんと努力をしてあげてったんだっていうのが、すごく話して感じたの。ものすごく感じたの、それを。で、それを感じたから、その、まあ、俺にとってはそれが衝撃だったので、それを、こう、視聴者のみんなにも伝えたかったなって思ったの。もちろん、伊沢さんのすごいファンの方っていうのは、自分以上に伊沢さんのこと詳しいから、そういう過去があったことも知ってる方も多いとは思うんですけど、きっと、自分みたいに、伊沢さんのことは知ってるし、東大を見てすげえなーって、何でも答えられるのは、最強だなーみたいな、かっけえなーって思ってたとしても、そういう過去があるとは分からない、知らなかった方も絶対いると思って、その部分をちゃんと伝えたいと思って。で、その動画を、まあ、編集をしてたのね。で、いい話がすごく多くって、もうどれをカットするのかと。もう、すごいこう、どうしようどうしようと思ってやってたんですけど、で、結局、その45分のフル動画を何回だ ?30 回ぐらいフルで見て、で、もう、細切れでもたくさん見ても、とにかく見まくって、伊沢さんのその部分っていうか、その、コツコツ頑張って今の伊沢拓司があるんだっていうのが、視聴者のみんなにちゃんと伝わるように、動画を作りたいなって思って、それがね、一番今回込めた、コラボ動画に込めた思いだったのね。で、それが、まあ、ね、こう、コメントとか見てると、ある程度伝わったのかなっていうのは感じたから、その部分はすごくほっとしたというか、うん、よかった、頑張ってよかったなってすごく思いました。本当にありがとうございます。で、まあ、その魅力っていうのはね、自分、男性も女性も関係なく笑顔フェチなんですけど、すごい笑顔がすごい好きで、男性も女性も。その、笑顔を見て、こういう、ふうなことを、いろいろなことなんか過去とか、その人の心情とかをこう、読み取るっていうか感じるのが好きで、で、なんか、昔からさ、ちょっと、なんかいじめとかいろいろあ、対人関係っていろいろあったもんで、人の顔色というかさ、から感じるものは、結構敏感な自信があるの、そこからは。で、伊沢さんはね、お話をしてて、すごいニコニコされる、ニコニコされるっていうのもあれだけど、笑顔がね、こうよく出てくる方なのね。で、伊沢さんの笑顔って、なんていうのかな、こう、すごい、なんかね、うまく伝えられるかな、なんていうのかな、混じり気がないというか、本当に、素直な笑顔なの。
こう、裏を感じないっていう、笑顔をするのね。で、その笑顔が、その裏がないっていうか、混じり気がない、その、ピュアな、ピュア、なんていうかな、綺麗な笑顔で、で、しかも、すごいね、自分が、あって今回、その伊沢さんと話してて思ったのが、強さをすごい感じる笑顔なの、伊沢さんって。その強さは何かっていうと、で最初はわからなくって、でも話してるうちに感じたのは、やっぱり自分に自信がつくぐらい努力をしてきた。コツコツ、コツコツ努力をしてきて、そこに裏付けされてる、自信から出てる笑顔なんだなっていう。だから、自分のことが大好きとかそういうわけじゃないんだけど、自分にやっぱり自信とか誇りをちゃんと持ってる人の笑顔なんだと思うんだよね。で、まあ自分、社会人働いてるときはさ、いろんな方と話させてもらったりとか、で、最近は結構社長さんとね、お話させてもらったりとか、そのなんかグループの代表の方とお会いすることも結構多くなったんで、そういう方とはね、結構やっぱそういうのを感じるんだけど、でもね、久々にね、感じた。そういうのを。ああ、すげえなっていう。こう、強いんだよね。そう、強いっていうのも攻撃的な強さじゃなくて、人を守るっていうか、あったかい強さ。思ったね、笑顔をする人久々に会ったんだよ、本当に。そう、っていうのがね、魅力だったね、自分が感じた。で、まあ、喋りが上手とか、もうね、思いを伝えるのが上手なんてのは、もちろんテレビを見ててもわかるし、感じるとこではあるんだけど、やっぱりお話が上手っていうかね、表現が上手。うん。伊沢さんが思ってること、考えてることっていうのを、きちんとやっぱりこう、言葉を整理して相手に伝えるっていう能力にすごく長けてる方だなぁと思ってね。もうなんか年齢とか、まあ本当ね、今年になると年齢とか関係ないんだよね。実際10代の学生と話をして勉強になることもたくさんあるし、10代の学生と話をしたって自分より優れてるなって、尊敬できるとこあるなってのはたくさん日々感じるので、でも年なんて関係ないんですけど、いやーすごいね。いや、いい男だった、本当に。だから今ね、この話を聞いてくれてる方の中、まあ、伊沢さんのファンの方も多いと思うんですけど、いや間違いないよ。ファンになる人間違ってない。と思います。だから、まあ、これからね、ますます、ことをテレビにしても、まあ、YouTube にしてもそうだと思うんですけど、活躍の幅が広がっていくと思います。ね、最近、本も出されたりとか、この前参考書出すのも発表してたよね。だからどんどんこう、クイズノックとしても、伊沢拓司としても、活躍の幅がね、広がっていくと思いますので、自分もね、もちろん負けないように頑張っていきますけども、こう、一ファンっていうか、なんだろうな、ファンでいいかな、一ファンとして、心からね、こう、これからのますますのご活躍、お祈りしておりますので、頑張ってくださいっていうのをここで言うことでもなかったね。そう、でも本当にそんな思いを感じました。で、第2弾のコラボに関しては、まあ、向こうのね、クイズノックさんのチャンネルでもちょっとエンタメ、ゲームを、したんで、自分が YouTube でやったことはエンタメ要素のね、あるゲームをしたんで、まあ、それを見てほしいのと、自分のチャンネルで撮ったやつも、初めてですね、自分が企画して、多分このチャンネルではコラボでもなかったね、ちょっとエンタメ要素のある。でも、ちゃんとね、みんなの撮ってプラスになってほしいなって思いを込めたエンタメ要素の企画をやったんですよ。ただ、聞いてくれ。ハイチ。ものすごいやらかしました。この動画の中で。本当に、怒られることを覚悟しております。そして、怖くてまだ編集始めてないです。もうね、やらかしたんだよ、本当に。そう。で、まあ、そのやらかしたところも含めて、ぜひね、8月1日に、一応まだ、向こうのね、クイズノックさんの編集のスケジュールもあるんで、もしかしたら遅れることもあるかもしれないんですけど、一応8月1日に上げれるように、用意しておきますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、ということで、実はね、まだね、喋りたいこといっぱいあるんですけど、伊沢さんの魅力ね、あるんですけど、まあ長くなりすぎてもあれなので、今回はこの辺にさせていただこうと思います。では、夏休み、スタート切りましたんで、まあね、受験生の方はじめ、まあ、頑張んなきゃなっていう方多いと思います。で、ただ、自分、まあまた別動画でも話しますけど、一番大事なことは体調管理です。体調が大事。睡眠しっかりとって、ちゃんと物を食べて栄養をとって、ね、体調管理を一番にする。その上で頑張る。そして、もう一個はメリハリのある生活を送ってください。もう勉強しかしちゃダメとか、そんなことはないんです。遊ぶときは遊んでいいの。その、遊ぶときは遊ぶ、やるときはやるっていう、その勉強のメリハリっていうのはすごく大事になりますので、まあ、その辺も含めて、いい夏休みにしていきましょう。はい、ということで、じゃあ今回は伊沢拓司の魅力ということで喋らせていただきました。今回のダラダラジオはこれで終わります。以上です。ありがとうございました。